はい、えー、では、えー、今日は、えー、メッセージを見ていきます。あ、e are concluding our series on marriage。結婚というテーマの、えー、シリーズの最後です。2ヶ月後にウィアーのシリ i ズの最後でえ、二週間前に妻たちが復讐するっていう、えー、そのことにおいて。And today メッセージをしましまたで今日は、えー、夫たちとその、えー、頭であるということに関して見ていきたいと思います。この2つのののののつつメッセージはは、えー、別々のもものででなくて1つものですその聖書にに入る前 ポールトリップのあの結婚の、えー、セミナーをこの間の金曜日に、えー、開催されていたのオンラインで開催されたのを、えー、に参加していた方もいらっしゃると思います。Um, seminar, で、えっ、ー、と Q&A の時間があって最後に、um, was was 日本であの、お 妻がクリスチャンで夫がクリスチャンではないということがあの多くあるんですけれども、そういう場合っていう質問がありました。Uh, で、その時にポールトリップが彼のおじいちゃんの話をしました。おばあちゃんがクリスチャンとして生きていたその人生を見ておじいちゃんがクリスチャンになったっていう話をしました。 in their marriage where he could no longer ignore the difference between who his wife was becoming and who he was becoming えー、自分の奥さんが、えー、こういう風な人だっていうところと、えー、自分がこうだっていうところの違いっていうところで、えー、その奥さんにあるものっていうものに気づき始めた。He なので、福音っていうことに関して、すごく理解できたわけではないけれども、でも、えー、その奥さんが持っているものが何か違うっていうことに気づかされたわけです。 私たちの教会にもまた、えー、クリスチャンじゃない旦那さんと結婚しているあのあのメンバーの方々がいらっしゃいます、えー、そしてこの結婚シリーズっていうのは、えー 自分の伴侶がクリスチャンではないという場合にとても聞きにくかったりすることでもあります。Uh, you, and, uh, でも、えーまあ、その、えー、ポールトリップの話もそうですけれども、えー、それと同時に、えー、思い皆さんに思い出してほしいことがあって、その、自分が神様に従う、えー

メッセージを聞,く聞きながら、なんかこれは自分にはないものだと思,い思って、なんかそういう、あのー、ラベルを貼って聞くのではなくて。

えー、so, if you've got a Bible, turn with me,、uh, everyone, to Ephesians chapter 5. We're starting in verse 21. Paul is talking about what it means to be filled with the Holy Spirit all the way back in verse 18. うことに私たちは、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 私たちのことを思い出していました。 はい、18節のところには見たまに満たされていなさいというところと、えー、その満たされているということでどういうことがあるか、えー、そこが互いに従い合うということが生まれてきますよというところに、えー、来ています。なな、えー、なののでででここ節ににに来るところまではみ、えー、みんんフェア平等いいう、えー、そういうそ んて言うんだろ今しめっていうか、命令っていうふうに聞こえます。Uh, verse 21 says、「submitting to one another out of reverence for Jesus Christ」。節では、キリストを恐れて、互いに従い合いなさいっていうふうに言っています。So okay、なのでこ二21節までは、みんな大丈夫だと思います。そして、then, 22節に来ると、えって。

Says wives, submit to your own husbands, as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Saviour.

この頭と見ることころとか夫は、頭の時は、そ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  o 時は、e の時は、そ a 時は、その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 たり。その時は、その時はっ、その時は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 、 家長がいて家の長がいてそしてだから男の人が家庭の中でも一番優位でそして女の人は一番位が低いっていうふうに so, そういうふうに考えそういうふうな時代だったとか。 なので、前回この結婚シリーズで女の人の,その価値というものをたくさん話しました。 でも私た,ちがに私たちが分かっていることというのは、この神様の言葉というのがもう絶対的なもので、そして間違いがない、そういうものだというふうに私たちは信じています。神様は神様の御霊を通して、この聖書に書かれてあること、それをちゃんと見ていました。なので ここいい so, some people tried to get around that by saying that the statement that Paul makes there is true, but it's only true for his culture. っっうう but there's a problem with that at the end of verse 23. でもそうなると23節の最後であ23節のところが問題になってきます。えー、こののの夫がが妻の頭であるる書いていてその理由がキリスト いうというかそこで何年のようにって出てきているのが、キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるようにっていうふうに書いてある。Now, in, 私たちがどの文化にいたとしても、この教会、キリストが教会の頭であるっていうことには変わりがありません。It matter what century you are l i キリストが教会の r i s であ a s remained h e せん。 もし何世紀に生きていたとしても、えー、どの 時代に生まれたとしてもキリストが教会の頭であるっていう事実は真理は変わりません。Therefore, therefore, re, uh, reference to the ということは、この夫が妻の頭であるっていうこと、えー、それはキリストが教会の頭であるようにとあるので、えー、パウロが言っているように、その時代もまた何世紀であったとしても、どの文化であったりも、 それは真理なんですそうなってくるとすごくいろいろな疑問が湧いてきます。So、points, なのでそれに対して3つのポイントを持ってちょっと答えを導き出していきたいと思います。Firstly, え一つ目は頭ではないこと。 また頭である talk about what head ship はいでは、えー、男性の皆さん、えー、この頭であるということが意味しないこと。Uh,

The flourishing. Okay. And what do I mean by the flourishing a flourishing marriage? もう,う、そのないうものはどういうものなのなか、uh, well, 25それが25節と27節でパウロが言っているところではないかことですかと27はこういうふうに書いことますか Of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. 25 キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いを持って教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない。聖なるもの傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。So, パウロはこのようにしましょうということを言ってそしてこんなふうなすごい輝く栄光に満ちた結婚というものがあるんだよということを言いました。問題,えー、問題はこの、えー、頭であるということを、えー、受け身でいることと捉えることええこええることええることと捉える 男たちがいるということです。No, I go out into the world to provide for my family and I come home to rest.Thu ことかというと、私は世の中に、この社会に出ていって、そして、働いて、お金を稼いできます。そして、家にはゆっくりするためにいますと。But in verse 25, Paul says the model for headship is Jesus Christ. でも、25節のところで、パワーが言っているように、 この頭であるということのモデルはモデルとなっているのはキリストなんですね。イエス様がこの地上におられたとき、その時に。 「Skiristo amor Ishokimehataite」うて「Soste Moktekiomote Hatarakimasta」「He sacrificed Himself even to death on a cross」「Soste Jujikamushinista Gao Hodoni Jibuo Sasaketekremasta」「He continues to work in our lives through the Holy Spirit」「Soste Sede Otoste Otasatsinojinsenonakade Hataraki Suzuki Tekreteimas」「He works in us to make us glorious」「Otasati のうちで本当に働いてくださっていて私たちを栄光にしてくださっています。そしてまた私たちの周りの世界のために私たちを通して働かれることもあります。Okay. Is but イエス様のこの模範っていうのは決して受け身系ではないんですね。 But we still have husbands who prefer to leave all the decisions to their wife. And then you have their wives pushing them to make decisions, to take responsibility. Yes. ファーいーズは、自分の教えそういう分の教育する子供を学び、自分の教育を学び、自を学教育をるび、自分教育を学び、自分の教育を学び、自分の教育を学び、自分を妻に委ねて夫は何もしないの教育を学び、自分のう育を学び、自分の教育を学び、自分の教育を l び、自分の教育を学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 び、自分の教育 そして、子どもたちはその子どもたちの人生において、本当にその父親という、そういう、威嚇を持った人ている、生きている、ていくことになります。They actually ている、生きて a る、生きている、生きている、生き t いる、生きている、生きている、生き i いる、生きている、生きている、生きてい y 生 h ている、生きている、生ている、ている、生きていていている、生きている、てていまいる、生きている、生きている、生 t ている、生きて e る、生きている、生 h ている、生きている、生きている、生きて e る、生き e いる、生きてい マタカシラであることっていうのがすごく自己中心になっていくこともあります。How many husbands tell their wives,、uh, can't you see? I'm really busy at work. Give me a break. Back off. もう今すごく仕事が忙しくて、もうすごい疲れてるから、もうちょっとほっといてくれないかっていうふうに言うダンナさんも多いのであないでしょうか。You know, in that moment, the husband isn't being sacrificial. その瞬間夫たちは自分が犠牲を払うっていうその立場には立っていませんまた家の中で波風を立てないようにってとにかくそれに徹するっていう夫もいると思いますフリクションを生きている

ななんとなく自分も時々言ってるな思うなってことありますか、uh, I want to be 聖書的にににはなななななりたたたくくくいいいけどこの関係に、えー、波風ををしなな、えー、彼女を不幸せにしたくない 気をあることよりも幸せな方が大事だろう。妻に家でああしろこうしろとは言いたくないな嫌な顔をするだろうから。しかも妻はきっと僕の悪いところを言い返してくるだろうし。However you interpret our passage today, 皆さん、今日の聖書箇所をどういうふうに理解したとしても、1点は本当に重要です。 1一つ、本当に明確なことがあります。And that is that Paul does not permit men to be uninvolved in their home.Paulo は、男の人が、この家庭というところに、フレナクナル、そこに、カニューシナクナルっていうことは、セーショテキではないっていうことです。The longer he is passive?So if he, Judou, ウケミであればあるほど ?The more she has to tell him to do something? 妻がこうしないといけないあ,あしないといけないばっかりになって he feels towards her. そして、えー、女の人がそういうふうにこうしないとああしないとって言えば言うほど男の人はそれに嫌気がさしてそして、えー、その 女の方に対してもなんか嫌な気持ちを持つようになります。そして、その苦々しい思いっていうのが、えー、だん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 、えー、生活態度にも表れるようになります。 それがもうバーンと爆発して怒りとして現れるか？もしくはその仕事っていうものに、もっともっと没頭して、その結婚というものから逃避するようになっていく。イエス様はそのイエス様の嫁に関して無関心ではありません。So Paul in verse 25 He deliberately spells out, husbands, love your wives. We can just bring up the Corinthians passage on the screen, we're not going to read it. え読みまませんけれどもコリントににはこういう,ふうに書いていい書てす。But we've said this many times before when the Bible talks about love, it's not talking about feelings. えー、そして、えー、パウロはこ、えー、この愛とといううを私たちに、えー、言う時でも 愛っていうのが、えー、フィーリングではないということを何度も言っています。Action, それが行動であるということを do そしてそれは、えーそのえー、自分の妻を支配する。 っていうことではなくてもしくは自分の言ってることを通さなきゃいけないそれを自分の言う通りにならなきゃいけないっていうふうに主張することでもありませんでは頭であるっていうことはどういうことかそのことに触れていきたいと思います自分の言っていることは自分の言っていることは自分の言っていることは

24節、教会がキリストに従うように、妻も全てにおいて、夫に従いなさい。はい、あのもうあのこれ見てる画面に向かって、あのデミアに向かってあ、石を投げようかという、あの妻たちも出てきているからと思いますが。ちょっと我慢したら、あのいいこと言いますよ。<laughs> いいこと聞きますよ。Okay. Many 多くの男性が、えー、父親の存在が失ったりなかったりという中で育ってきています。either through seeing divorce in their home, through seeing fathers who are married to their careers,、えー、ううう or through just seeing distance in the relationship between their father and mother.、えーまあ お父さんとお母さんの間には溝があるガールテユ、そうユフニに見ながら育ってきた人が多いです。そしてそういう男の人たち n o いう e e n の o d l y authority in て、いうものが実際にこうなんていうんだろう、コーシサレティル、ゲンバウォー、ミタコト So without a clear image of biblical leadership, なので、聖書的リーダーシップってという、えー、その、明確なあ、明確なイメージがないまま、within, within, within 多くの男性は、えー、この社会で見受けられる、る、えー、支配的なリーダーシップってというのを、えー、やってしまうんですね。 その権威、えー、っていうものが、えー、こう社会的にもこう悪用されたりしながらその権威っていうもののイメージが悪いままでいればいるほど、うん、あい,るいることもあると思いますけれども、えー、パウロがここではっきりと言っているように、えー、私たち、えー、このあ私たちじゃなくてこの、えー、結婚において カであるアルティヨコそれがそれがメカコニーすンザイスルティ。And you cannot be a biblical husband if you abdicate your authority。デスカラ、ダンのノカタガ、ソノケイティです。So the question that we should be asking 私たちが問うべきことっていうのは、男の人に頭であることもしくは権威があるおり、ど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 おあどおり、どおり、どおり、問おり、どおり、どおり、どお どういうふうに権威を施行するべきなのか <And> this,、えー、というところだと思うんですね。Is, is really、なので、ここでパウロの,あの,この書いたものがすごく美しいということに気づかされます。その問いにどのように答えているでしょうか その男性が権威っていうものをよりよく理解できるためにパウロはキリストがどのように教会っていうものを、えー、見ているか、えー、そのあ取り扱ったかということを、えー、説明しています。 二十五節、キリストが教会を愛して、教会のために、ご自分を支えられた。Christ sanctifies his bride, the church, in verse twenty six. 二十六節、キリストは、その教会を清めて、セーナルモノとしてくださってい。Christ presents his bride, the church, in splendor, verse twenty seven. そして二十七節のところで、キリストは、キズセーナルモノ そのような傷のないもの、そのような英雄、えー、の境界を立たせてくれると。There's our example of male authority。それが私たちに与えられているその男性の権威なんです。sacrificing and serving your wife。ギセイオハラって、そして使える。sacrificing and serving. サクリファーサ、えー i ノ i サクリファーサンギョ r ワフ、サクリファ r サンギョウワフ。ツマノツマニツカエル、そして、えー、妻マニギセノタメニギセオハラウ、そのようなオットです。とてつてんたシフィーズ、radiant and glorious before God。そしてそれはどれほどにかっていうと、あのそのようなもう神様の前に栄光の ああもう本当にこう、カガヤイテール、そのような状態になるまでっていうことなんです。So authority is to be used for the benefit of another.Nano de Kay deumonoa, その,相手の,益のために、あいての、エキノ tameni、あいての、えー、ヨイコトノ tameni、しこ施行されるべきなんです。For the flourishing of his marriage, for the flourishing of his family.Solewa, そ,その、カテガサカイルタメ、そして、またその、ケコンガサカイルタメです。So let's just think about that. That ifying, making your wife そしてこの、えー、妻を、えー、栄光のそのものとして立たせるっていうそういうところに bringing out the best in her その彼女の一番いいところを引き出していく。あ、ウェルネリーフィジ 25&27。 25節と27節だけを読みます。夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。ご自分でシミやシワやそのようなものがない一つ、ない、えー、聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。 How many husbands abuse their authority by making their wife feel worthless and miserable? 自分のその妻が奥さんが、えー、価値がないと思ったり、えー、もしくは、えー、自分は何でもないというふうに思うような、えー、そのようなために使っていることがどのぐらいあるでしょうか。It's often the sign of a very insecure man. えー、きっと、えー、自分に自信がない、えー、ところから、えー、来ているんだと思いますが。If they believe they have to be better or smarter or superior to their wife. 自分の妻よりも、えー、自分は賢くなければならない、えー、もっと、えー、すごくないといけない、えー、より優れていないといけないというふうに、えー、そうやって思っていて。 聖書的でない考えで見ているならば、いつもいつもきっと自分の奥さんを低くして低くしてえ貶めてっていう,ふう。風にそういう風にしていかなければ長くならない。How does, how does でも、イエス様はどういう風うに教会を愛したでしょうか？え、自信を持って。 えー、もう輝きながら立っている状態、どんなことでも対処できるという、えー、そのような状態にしてくださっている。イエス様は、えー、教会が、えー、私たちが出ていて、そしてこの世界の中に出ていき、そして使ええーうん、そういうふうにしていくというふうに私たちは送り出してくれています。Uh,

でもここで、えー、パウロのこのアイディアっていうのは、えー、二人の人が一つになるっていうことです。なので彼女を輝かせているのであれば自分を輝かせていることになりますよ。 えー、あなたが清められていっているのであれば、私も清められていっていますよと。Wife, so、あなたの奥さんのケアをする、それはあなた自身のケアをしていることですよと。Guys, is, a, えー、でも、男性の皆さん、これは、えー、それだけではなく、えー、私たちと神様との関係にも影響を及ぼすことなんです。Because each time I die to myself, なぜなら、私が自分に対して死ぬときに、いち time I put my aggression to death、いう time I choose patience、忍耐というものを選ぶときに、私はそのときに、もっとイエス様をよく知っていっている。 i'm beginning to understand what he goes through in order to love me. when i give in to my flesh, i'm robbing myself of that growth in understanding in my relationship with jesus christ. i my イエス様に関する理解、イエス様がこういうふうに自分にしてくれたっていうこと、えー、それを知る機会っていうものを、何、えー、て言うんだろう、なくしていっている状態になってしまってるんですね。So, えー、なので最後のポイントです。Um, our wives and ええー、私たちの奥さんを、えー、もっと 輝かせる、えー、そのためそして、また、えー、私たち自身がち、えー、っっは、私たち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 は、私ために神様は、私たちは、私たは、私たち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 は、o たちは、私たちは、私たちは、私た s は、私た s は、私たちは、t たちは、私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 たちは、h た s は、私たち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  the church and gave himself up for her。夫たちは、

そのように自分の妻を愛するっていうことはどういうことでしょうか このの問いいを聞いたときに、えー、皆さんの考えがいやでも、私の妻はそれ,それだけの価値があるかないかというところに、えー、飛んだとしたら。もしくは自分の中でいや待てよ えー、自分の奥さんは本当に自分がそこまで自分を犠牲にするほどの価値があるだろうかって思ったとしたら。ら as、えー、もしくは、えー、今の問いかけを聞いたときに、いやでもあ自分の奥さんはこういうこともしたあ,あいうこともしたって言って過去の過ちっていうのがリストのように出てきたとしたら。 皆さんそうだったとしたら、えー、福音というものをもう投げ捨て,てしまったとっいうことです。You've just dismissed the very thing you say you believe as a Christian.Christian として、私はこれを信じていますということを全部放棄したということです。The Jesus loved the world before it began.Yeh, 様は、えー、もう。 前の前から、えー、この世を愛してくださっていましたそして価値があるそれを受けるべきもののためにイエス様は死んだのではなくて受けるべきでないものその者たちのために死んでくださったんですこのイメージ見えますかこのイメージは ちょっと待ってね。守られた約束っていう、本を書いた。えー、多分英語だけしかないと思うんですけれども、その、その本を書いた、男性です。で、この人は、この男の人は、ある進学校の、校長でした。Uh, and his wife、uh, came down with alzheimer's。 でえー、その彼の奥さんがアルツハイマーになりました。で、えー、そのシ、えー、学校の、えー、キャンパス内に、えー、その彼のオフィスと、また、えー、住居もありました。 でえー、一日のうちに何度か、えー、奥さんが自分の,その住居の,、えー、あの住んでいるところから、えー、その彼のオフィスに来ると、えー、いうことがありました。で、そういうふうになるたびに、えー、その、えー、旦那さんが。

そのコチョセンその奥さんを寝巻きにきがいて、きさせていて。You know, で、彼女の足がすごくこうそのいき来している間に、傷ついて、怪我をしてしまって、マメができてたり、血が出てたり、切れてたりするのを,を,を見ました。And he was struck. その時にどれだけ自分の奥さんが自分のことを必要としているかということに、えー、気づいたんですね。でその次の日に、えー、校長の、えー、職を、えー、辞めました。His his career, his 自分の leadership、career、えー、自分のまたその、えー、キャリアそのようなものを全て 手放したんです男の人が、えー、自分の,、えー、その生きている価値であったり、えー、自己存在の意義であったりというものを見出す、えー、そういうものを、えー、全て彼は諦めたんです。でもそれは、えー、頭であることの、えー でではなないかなと思うんですキリストがその教会のためにご自身を捧げられたように捧げるそのまさにその姿ではないかなと思うんです。You know,

そしてここで生じてくる問題は、私たちがこのようなことを聞いて、自分の力で、あ、これをやっていかなきゃって思うことです。Passage, だからこそ、この箇所の中でパウロは。 この柱であるということをキリストがキリストがっていうふうに結びつけていってるんです。S <S もし、えー、皆さんが、えー、他の人の犠牲によって何か、えー、得をしたことがなければ、you will to 自分を 犠牲にするっていうそのことに大きな葛藤を覚えると思います。だからこそ福音っていうのは本当に重要なんです。この「イエス・キリストの犠牲」「イエス・キリストの が私たちに使えてくださる、その姿を本当にこの十字架っていうところに私たちのためにされたことなんだっていうことを見なければ。いつでそういうふうに見るときに本当にこう私たちの思う、ケイっていうものが悪いイメージっていうのが壊れていくと Gives u a l of h e と d s h i p

それは私たちが栄光とされるためでしたそしてイエス・キリストが、えー ご自分のその命を捧げてくださった、諦めてくださった、それは私たちが命を持つためでした。Heart, 福音が私たちの心に触れるときに、私たちの心を本当の意味で動機づけてくれます。 本当に福音というものに心触れられるときに、自分はこの人にはふさわしくないと思う、そのような犠牲さえ払うことができるようになります。この男の人は福音を知っていました。イエス様が自分のことをどういうふうにケアしてくださったか。 それを知っていましたですから同じように自分の奥さんのためにしようと思いました私のストーリーをちょっとして終わりたいと思います長い間に婚式の準備を もう何年も前にありますけれども、私が結婚の準備をしていたときに。I remember I used to think what kind of w i f I wanted by my side throughout my life and not just on my wedding night. この結婚の日だけじゃなくて、これからのその日々っていうのの中で、自分の奥さんに自分のそばにいる自分の奥さんっていうのが、どんなふうになってほしいかとか、どんなふうであってほしいかということをいっぱい考えました。And I でこの箇所を読んだ時のことを覚えています。The, どれだけ今年は、私、え、は、ー、友達と一妻に影響を与えるかっていうことを、えー、知りました。 でまあ、それまでに私自身のお母さんが結婚して、離婚して、再婚して、なので二人の人と結婚したのを見ています。そして、その二人の男性が私のお母さんにどのような影響を及ぼしたかということを見ました。 結婚に生活に入った時に私はすごく決意してました私は自分の奥さんを大切にするんだって。Says, right、でもあの注意してあのちゃんとあの本当のこと言わないといけません。隣に立っているから奥さんが。 でも多くの場合自分はこれを持っているべきだっていう、えー、自分にはこれがあるべきだっていう、えー、そのような思いが、えー、すごく何度も何度も邪魔をしました。教会のウェブサイトにもそのことか私が書いたあの記事があるのであのその話を思い返しませんけれども。But that sense of でも、えー、自分はこれを受けるべきだ、これをもらうべきだって思っている、えー、その思いっていうのは、えー、すごい結婚の中でもたくさんの,あの緊張を生み出しましたし、えー、自分の中でも怒りっていうのがお多くなりました。でも、そこで、えー、解決策としてあ 解決策は自分の怒りをどうにか自分でコントロールしようというものではなく。私 kind of and, and は自分の結婚から逃避して、そしてもう失望しただから期待しないようにしようと言うものではなく。私は自分の結婚から始めるものでものなく、私は自分の結婚はな結婚から始めるものく、は自分の結婚からものでの失望したもうだから期待しないようにしようってら始めうもうではうるのでもなく、I found the p に i n t of で e n e w a l has a l w も y s been the same, but ではな not easy. It's hard。 えー、でもそこで刷新されるサイクルっていうのは毎回同じです。でもそれはやっぱり毎回大変なんです。毎回私はキリストに向かわなければいけません。私はその時に、えー、イエス様がどういうふうに教会にご自身を捧げられたか、えー、っていうことを。 本当にじっくり見ないといけません。その教会がどれだけ不完全であったとしても、そして,もそしてそれは、イエス様は私が私の罪がどれほどであっても、それに関わらず、私のところに来てくださった。 えー、私を愛してくださったご自身を捧げてくださったとっいうところにもなるんです、えー。それは簡単ではありません。えー、む,ずかむしろ、えー、困難な道に思える道です。 あのせいだこのせいだあの人のせいだって言って、えー、自分の心を見ずに、えー、行く方が簡単なように思います。でも、キリストを見るときに私も自分に死ぬって思えるんです。自分を正当化しようとする私を止めてくれます。最後のスライドです。